国とか県からの情報もいい加減、何を信じたらいいのか分かんなくて、どんどん不安にはなるけど、不安になってるばかりでは本当にね、病気になっちゃうかなって思ったりする。どこで地震があるか分かんない。それなのに原発の、あの限界などの原発いつの間にか稼働させるって、これどういうことだい。そうすることによって子どもたちはのびのびと走り回ったり、この夏初めてのプールに入れたり、あの美味しい食べ物を食べさせていただいたり、本当にありがたいと思ってます。北海道の皆さんもありがとうございます。